と違う鳩のつがいだったの。あデートスポットと鳩 <laughs> の糞ってもうとんでもない。もう雑菌。バイ菌もとんでもないんだって。憎い。 どうもゆイピーですおかりなですご飯のお供にいかがでしょうか,ううか,ょうかおかずクラブです,ブですよろしくお願いします,します、えー、今日はユイピーがハトに悩んでる話最近ハトに悩まされてまして <laughs> <ー>まあここもう2週間以上前かな、うん、もうねずっと前からね自分ちのもう本当この真裏ですよここうちんちなんですけどここ私のこのカーテンの奥のベランダに、うん 鳩がなんか来てるなーっていうのが「まあ、鳩のクラフ,フル」みたいな声でさ、うん、気づいてたの。でその都度ね、うん、ビャって開けては追い払うというかさうん、うん、してたんだけどこの間また「フラフル」って来てるから、うん、嫌だなと思って、うん、パッてやったら2匹いたのつがいで調べたのやばい鳩にベランダが好かれてるレベルみたいなのが、うんね、ネットで調べたらあるんですよ。うん その中の結構ちょっとねそろそろやばいんじゃないかゾーンだったああそのつがいでくるってことはここが落ち着ける場所だよって思われてんだよとハトのやつがさでもうちのさ室外機とさ壁の間にさめちゃくちゃふんしてた、うん、そうだね指つがいってなった瞬間急に怒りのボルテージが上がってたよねマジで1話だったらまだ目をつむってやったんだよ、うん ベランダにそこまでフンも落ちてなかったの<ー>その時はねただここここ数週間で一気に増えて、うん、かつその私が追い払ったつがいるじゃん、うん、普通のハトとの色なのね、うん、ともう一匹がちょっと白が混ざってたの<ー>すごいなんか,だから奇抜だったのだからすごい覚えててで追い払ったじゃん1回、うん、1> でまたカーテンさ、まあ、閉めてさ、うん、で過ごしてたら「フルフル」みたいな声が聞こえて。うん また来やがったかと思ってああカーテンシャって開けたらああさっきと違う鳩のつがいだったの。デ<あ>デートトデートト <laughs> トトススポポッッうちのの家めちゃくちゃ高リッチなんだと思う鳩たちにしたらね、うん、休めるしそうまずいって何がまずいって私もさ知らなかったんだけど、うん、ネットで調べたら鳩って卵とか巣とか作っちゃうじゃん、うん、まず巣を作られるじゃん巣、うん、作られるとすると もうそれを勝手にこっちが移動させちゃいけないんだって鳥獣<ー>法で守られてるから、うん、もう数できたらほっとくしかないんだって、うん、でしかもそこに卵なんて生まれた日には、うん、卵を例えばさもうなんか捨てるとか潰したりとかしたら、うん、1> 私1年以下の,、うん、あの懲役か100万以下の罰金を受けるの <laughs> いやでしょ私が1年間入ってた100万選ばずに入る方一 <laughs> 1年間入る方選んで頑張って払おうかな、うん、そうでもう本当にまずいと思ってもう速攻でまずハトの,の苦情会社というかさ、うん、そういうのに電話して、うん、であの管理会社の人にも電話して、うん、なんで管理会社の人に電話かけたかっていうと。うんその 例えばこういうところに鳩が来ないようにするにはなんかトゲトゲとかがあるの、うんの手すりにトゲトゲみたいなやわらかいんだけどね居心地が悪くて鳩来なくなるんだってあでも確かになんか露天風呂とかそうなってるとこあるよね途中の道とかがそうなんだあ,<ー>あそれってそういうことだったってことかそうだと思うなるほどねだから、うん、そういうのとか他にもなんかあるのよ、うんなんか もうカラスのさやつとか置くとかいろいろハトが嫌がるなんか匂いがするのかなんかスプレーをシャーってやるんだけどそれもきれいに清掃してからじゃないとしかもそれも何回もやらなきゃいけないわけで、うん、その後効果が切れたらとか、うん、私が一番手っ取り早いなと思ったのがネットなの、うんまあ、うちらからしたら景観が悪くなるしちょっと外からしても景観悪いかもしれないけど、うん、もう自分のベランダに丸々こうネットを張ると<ー>ただそうすると。 あの業者さんに見てもらったんだけどあのそのネット掃除と除菌とネット込みで6万円するんだってそれも勝手にうちちらがやっゃいいけなの一応オーナーとか管理会社の人に聞いて OK 出たら景観壊しちゃうじゃん確かにそう勝手によけられから布団すら干しちゃダメって言われるもんお母ちゃんって布団干しちゃいけないんですよベランダにだから中にある手すりにはかけれるけど ベロンドに直度かけるとダに何かそのす、あのー、<ー>物干し座みたいなのがあってそれにかけるのは大丈夫ですけどそうだからもう私一人の判断じゃダメだからで管理会社の人に折半で出してもらえるところもあるってネットには書いてあったから折半、うんうん、でもいいんでちょっと出してもらいたいんですけど一回オーナーさんに聞いてみてくださいって言ってでわ、うん、かりましたって。 いう話で今ちょっとそっちになってて、うん、で管理会社の人に見てもらったらもうその糞、うん、素人がやっぱ片づけちゃいけないんだってもうすごい量出してハトの糞ってもうとんでもないもう雑菌ばい菌もとんでもないんだって、うん、このヤ多分一番汚いものなんだと思うでそれが、うん、なんと乾くと風に舞って、うん、人のこの中に入ってぜんそく起こしちゃったりすることもあるんだってで、うんうん、も本当に素人が掃除しちゃダメダメみたいな。うん もう恐ろしい末恐ろしいじゃん。でも今もずっとわかるもうてんこ盛りなわけ。デートスポット。そうそう最高。うんこしに行こうぜみたいな。うん。なんでデート中にうんこすんだよ。気持ち悪いなって思っちゃうけど。鳥だってできないらしい。気にしないよね。確かに。人間だったら気持ち悪いと思っちゃうけど。つがいでふん。つがいでふんねてない。だから。中が深まんじゃない。なんか汚いところも知れて。ああ、なるほどね。だから試練の場でもあるし、デートスポットでもあるんじゃない。 何なの試練の場でデートスポットのうちのベランダって <laughs> 人間に置き換えると何だ、ね、人間に置き換える竹修行じゃないか竹修業じゃないかデートで竹修業行く人もいるんじゃないでもなんかそんなことないかあバンジーバンジー,ーバンジーでジェットコースターとかは<ー>怖い系の汚いとやろだからしたら汚いところだけど、うん、人間からしたらほら怖くてでもなんか試練でもありあ山登りとかじゃないああ<ー>、なんか一緒にとって、ね、か,か,かるし 疲れてきてね、登るスピードとかね、うん、イライラしてとか、だから結婚する前にその一応の相手とは一回山登った方がいいっていうのが、体力と,とかも、そうそうそう、なんか辛い時にどういう対応するかがわかるから、窮地に立たされた時に人間の本性が出ると。うん、でハトがそうハト、うん、そうハトなんですよ。でもなんか。 おそらくなんだけど、うん、オーナーさんも言ってたらしいんですけどなんかまあ言ったら最近家の近所がすごいなんか工事してて建物を壊してるのよそこに住んでた鳩じゃないかって結構この1か月間にこのマンションで私以外含めてあと2件同じ報告が上がってるらしくて管理会社さん曰くねだからもうとにかく卵とか巣がねできる前になんとか撤去し撤去っていうかもうね掃除もして。 し業者さんに本当に綺麗に除菌もしてもらいたいなっていうのはあります。それ、うん、が今一番の。<laughs> だってもう私いないのに、ふうふうって聞こえるんだよ。うわあ。怖って思ってそう。でも最近なんかいない気もするんだけどな。もでもそんなわけないんだよ。ふんは増えていってるから。もう音ずっと聞こえる時あるよね。うん、あるよね。で、気をつけてほしい。皆さん、他人事じゃございません。私もこの家五年住んでるけど、こんなの初めてだもん。鳩、うんうん、被害。鳩被害。 今年からいやもうこの数週一か月くらい<ー>目立ってくるようになったんだそっからだからまあ建物のせいだと思うどっかの建物壊されてそっから来ちゃったんだと思う,、うん、うちのマンションに3軒くらいそう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 怖い一番ムカついたのが、うん、ハトにシャってこうカーテン開けた時につ、うん、がいの一匹が逃げたのにもう一匹は飛んだあと手すりに座ってこっちこうやって見てた <laughs> マジムカつかない <laughs> マジムカついちゃってうち <laughs> ええってなってでもう内側のな別に開けたところで何にもならない網戸ガラッてやって <laughs> シャって行かせて <laughs> マジで本当ムカつくのドイツが住んでんのかって見られたのがマジムカついち鳩におちょくられてんじゃんおちょくられてたの <laughs> でも鳩ってほうきとか持ってこうやって追い払ったりしたら<ー>それも罰せられるというか<ー>法律違反になっちゃうんだって叩かなくてもダメダメ叩かなくてもダメだから怖がらしちゃダメなの威嚇か。えー 私はどっちかというと鳥好きだったじゃんああ鳥き、ね、うち、鳥好きで公園とかに鳥いても鳥可愛い,いねとかずっと言ってたよね。言ってた鳥好きなんだ。にく<憎>い。<laughs> 今一番嫌いなものって言ったらもうハトって書く。<laughs> ドバトって。ハ <laughs> の種類まで <laughs>。本当に皆さん気をつけてください。私もう本当に早くこの 案件が終わってほしい。早く鳩 <laughs> の被害者の会の人で被害者の会、俺 <laughs> の立ち上がりましょう。皆さんあいつら調子乗ります。<laughs> 引き続きはい、進捗状況をあそうですね。進捗状況、本当に皆さんとはい共有していきたいと思います。なぜ。うん